皆さんこんにちは、オッキーです。今日は6月半ばの週末に家族で訪れたイーストビレッジの様子をご紹介します。動画の編集を早くしなくちゃと思いながらも、実は6月の末から今までのオンライン英訳の他に外でもお仕事をすることになり、動画編集がすっかり遅れがちになってしまいました。今後もペースはややゆっくりになりますが、引き続きご視聴よろしくお願いします。まずこの日は休日のブランチにヤムチャをしようということで、ディムサムパレスのイーストビレッジ店に行きました。10時半のオープンに入店。コロナでステイホーム中にこのお店のデリバリーを何度か頼んだことがあり、美味しかったのでワクチンも行き渡り、店内での飲食の自由も広がった今、お店で食べようということで訪れました。開店直後ということでまだお客さんはまばらでしたが、すでに店内はいい匂いがしています。メニューも写真付きで分かりやすく、プーアール茶を飲んでキュウリのキムチで食欲も増します。私は熱々のお粥ピータンのコンジーを頼みました。塩加減も程よいし、とても美味しかったです。チヂミみたいなネギのパンケーキも美味しかったです。あとエビ餃子や小籠包、春巻きなどあれこれたくさん注文したのですが、食べるのに忙しくて写真を撮り忘れてしまいました。お腹も膨れたところでセントマークスプレイス通りを散歩。ここは飲食店が多く、日系の居酒屋などもあり、夜はいつも賑わっています。世田谷ラーメンもあります。ピアスとタトゥーのお店や古着屋などもあり、若い人が多い感じです。日系のコスメなどを扱うドラッグストアがあったので行ってみました。中にはずらりと日本や韓国の商品が並び、一瞬日本の松清にでもいるような気分になります。この綺麗に陳列されている様子もとても日本っぽい。価格はやはり少し割高になってしまいますが、話題になっている日本のコスメを試してみたいという時にはいいかも。つけまつげもアメリカのお店で見るものはボリューム感のすごいものがほとんどなので、このナチュラルで繊細なつけまを買いに来る人もいるでしょう。私はこの毛穴パテ職人という商品に惹かれて試しに購入してみました。大人の悩みにと訴えるディスプレイにまんまと乗せられた感じです。娘もお気に入りの白純の化粧水やソックタッチを購入しました。面白かったのはお店のドアを開閉するたびに、いらっしゃいませ、ありがとうございましたの自動音声が流れること。日本では割と当たり前ですが、ニューヨークではまず遭遇しないので懐かしくて笑っちゃいました。セントマークスプレイスではストリートフェアを開催していました。スプリングジーンフェアという催しで、自費出版のものや同人誌などを販売するフェアのようです。こういう屋外で多くの人が集まる催しというのも長い間なかったので新鮮に感じました。この夏はきっとニューヨークシティのストリートフェアやフリーマーケット、パレードなどもこぞって戻ってくることでしょう。道行く人も多くはマスクを持っていたり、顎マスクにしたりしていても、きっちりと常時つけている人は少なくなってきたと思います。私たちも人混みの中を歩くときと店内に入るときはマスクをしますが、それ以外では外していることも増えてきました。ここはお寿司用の切り身を扱う専門店、お魚イーストビレッジ店です。ブルックリンにある鮮魚店の支店です。今後手巻き寿司のお刺身はここで購入してみようかな。人混みの中を Uber Eats かグラブハブの自転車デリバリーが駆け抜けていきます。マンハッタン内は自転車が増えてきました。でも信号無視をしたり逆走したりする輩も多いので、注意しなくてはいけません。時にヒヤリとすることがあります。
some x-rated thoughts of what I'd like to do to you。 コミュニティガーデンがありました。地域の人たちが共同で管理する小さなグリーンスペースです。野菜やハーブを育てたりすることができます。少し先にはバスケットボールコートがあり、人々が休日のスポーツを楽しんでいました。この上にあるアートもインパクトがありますね。ニューヨークの街は至る所にこうしたアートがあります。イーストビレッジの別の街角にもマイケル・ジャクソンの壁画アートが。そしてこの壁画からほど近いところにあるヴィンテージストア古着屋のエルトレインヴィンテージ。イーストビレッジ近辺は古着屋さんも多いのです。ハイブランドのヴィンテージものを扱っているお店もありますが、こちらはカジュアルなストリートファッションがメイン。週末は外に入店待ちの列ができていることもあるのですが、今日はそんなに混んでいなかったので娘と入ってみました。この日はちょうど夏物商品を出したばかりのようで、アロハシャツや夏ブラウスなどがたくさんありました。掘り出し物がないか棚をかき分けて探します。こんな巻き下丈のスカートもいいかも。鏡の前で当てて見ていたら、買い物客のおばさまから、あら、それ素敵じゃない、似合うわよと声をかけてもらい、じゃあ買っちゃおうかなと心が動きます。地下の売り場には革ジャンやデニム、ワンピースもありました。隅っこの方では女子グループが服の上から気になるアイテムを試着して、お互いに意見を聞き合っています。娘はこのデニムのオーバーオールが気になる様子。結局私は先ほどの巻き下丈スカートと紺のノースリーブワンピースも購入しちゃいました。どちらもブランドは聞いたこともないところだったけれど気に入りました。この巻き下丈スカートは、スカート自体は薄手の軽いコットンで夏にぴったりなのに、裏地がガサガサした生地だったので、後日自分で薄手の肌触りの良い裏地に付け替えて、さらに良い感じになりました。 T シャツ、サンダルに合わせて楽しみたいと思います。娘はエイソスのロンパーとアバクロンビーフィッチのワンピースをゲット。どちらもとっても気に入ったみたいです。ついでに息子にもこんなリーバイスの綿シャツを購入。ボタンもちゃんと揃っているし、ほつれもないし、良い状態で良いお買い物でした。古着屋でのお買い物は試着や返品ができないことも多いので、買う前に細かい点をよくチェックすることが大切です。着る前に1回お洗濯してアイロンをかけたら、息子のシャツもさらにパリッとした感じになり、気に入ってくれました。うちからすぐのイーストビレッジ、若者のにぎわうエリアに活気が戻ってきたのを実感できた一日でした。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。皆様からのいいねボタン、コメントも動画作成の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあまたねー。